こんにちは、日野です。前回の映像で伊勢神宮に行ってきたということをお伝えしたんですけれども、毎年毎年、この10年以上になると思うんですけど、伊勢神宮の下宮と内宮と、そして伊沢宮っていうこの伊勢三宮をね、まあ、モデルっていうのが、まあ、パターンになってきたんですけど、まあ、それ以外にもね、いろいろ伊勢神宮って本当は別宮ってありますので、いろいろ本当は巡りたいんですけどね、またそれも徐々に巡りながら、ただ基礎というか基盤は下宮、内宮、伊沢宮、これが三宮ということになるので、その三宮を巡るっていうのを基本にして、毎年しています。で、ここ 4,5 年ぐらいはですね、もう正式参拝、御垣内参拝っていうんですけれども、まあ、それを、させていただいてて、まあ 僕自身としてはやっぱその、伊勢神宮とか内宮とか下宮、拝殿があってそこで詣でるっていうのも、まあ、大事なんですけれども、もう一つその御垣内の中に入ることができるんです。つまりその、垂れ幕があるその内側に入ることができる、これが御垣内参拝っていうんですけど、これが非常に清々しくて、とにかく場がいいんですよね。なんかこう、すごく払われるというのか、場がいい、正常な空間が広がっていて、何とも言えないこう、神聖な気持ちになれるんですよね。だから一度それをして、あ、すごくいいなと思って、まあ、それ以来毎年、そういうふうに御垣内参拝っていうのをしてるんですけど、まあ、それはその社務所でね、寄付っていう形、初保領っていうんですけど、初保領の寄付をすることで、できると。で、まあ、それは金額によって少し若干違ってくるんですけれども、基本確か3000円以上だったと思います。で、1万円以上になると1年間、何回でもできるっていうね、まあ、3000円とか5000円、3000円だと1回かな、1回限り内宮下宮をその正式参拝ができる。で、1万円以上だったらとかね。ほんで、まあ、僕も今回いろいろ調べていたら、3段階あるんですよね、御垣内参拝っていうのも。で、あれがあれだけしかできないのかなと思ったら、実はそのもう一つ、もう二つもより正殿に近づくことができるということで、まあ、これ単純なんですけど、金額で決められるっていうことでね。だからそれだけ多く寄付すれば、そのもうちょっと内側で拝することができるということでしょうね。まあ、これもいいなと思って、いずれ、またね、こうまた来年再来年でもできるような自分でいたいなって思うんですよね。だから非常にこう心が洗われるようなね、形で御垣内参拝っていうのをね、させていただいています。で、あとは、まあ、それも感謝ですよね。その1年の感謝という気持ちで家族でね、こういうふうに行けるっていうのが本当にありがたいことであるなっていうふうに思うんですよね。まあ、これもいつまでも家族で行けるかっていうとちょっとわからないですし、今家族で、ね、行けるっていうのはすごくありがたいことだなって思うし、まあ、1年間まだ終わってはいませんけれども、ただその年の感謝の気持ちをね、こう捧げるっていう意味では、一つ毎年僕の中では行くっていうのがけじめになるんですよね。で、毎年毎年そういうふうに今しています。で、あとは自分の中での決意を述べる、お願いしに行くのではなくて、自分の中での決意を乗り上げる、祈りっていうのは、意を乗せる、意を乗り上げるっていうことになりますから、それが祈りの本質だと思うんですね。そういう意味で、祈りを捧げると、そして感謝と祈りですよね。この2つを僕自身は、しています。自分の、まあ、役割を果たせますようにっていう決意ですよね。そういうことを述べる場だというふうに思っています。で、伊勢はまあ、その間こう内宮とかね、今回歩いていくときに長女がいるんですけど、まあ、長女が結構歴史好きで、僕よりもかなり詳しいですよね。いろんな戦国時代とか、まあ、いろんな時代を興味深く見てるんですけど、まあ、今回その伊勢神宮っていろんな謎が秘められていて、まあ、伊勢神宮の内宮をこう階段を上がっていく場がありますけれども、あれって
その上がっていくということは、その空間が当然その下にあるわけですよね。で、そこは実はあの地下宮があるっていうようなことも言われてるんですね。まあ、これは多分本当だと思うんですけれども、でその地下宮の中にいろんなこう秘密というのが隠されているって言われてて、で、まあ、そういうこととか、で伊勢神宮、まあ、神道ですよね。神道っていうのはもともと古代イスラエルに端を発しているとか、まあ、そういうことが僕がね、こうマニアックなことが好きなので、で去年とか一昨年ぐらいにちょろっとこう長寿にも喋ってたら興味を持ったみたいで、今回もその内宮の参道を歩きながらね、いろいろ話を長寿としてたんですよね。で、結構まあ素直にあの聞いてくれて、あそうなんだとか、へえとか、まあ言って、まあ別にこうそんなことありえないっていうスタンスではなくて、あそういうのもあるんだねっていう感じで聞いてくれてね、まあ、非常にこう僕としては嬉しいなという感じで話していたんですけど、まあ、そうすると本当あっという間に参道、本殿の前まで行って、でまた帰りも、そういうふうに話してたら、あっという間にこう出口まで来てっていうことで、あの非常にこうなんかこう夢中になって話してると早いですよね、早く感じますよね。まあ、そういうのであの、まあ、伊勢三宮説っていうのもあるし、古代イスラエルの三種の神器っていうのが日本の三種の神器の組み替え、象徴的に組み替えたものが日本の三種の神器だとか、そういうのもね面白いんですよね、見ていくと。で三が基準になっているとか、日本、まあ、増加三神っていうように、まあ、伊勢も三宮からなる。で、三重県っていうのは三つの重なりの、県ですから、三っていうのが重なった、まあ、三というのが基準になっている県だと。でそこに伊勢神宮があるということは、伊勢は本当は内宮外宮だけではなくて、もう一つ第三の伊勢神宮があるっていうことですよね。それが伊沢の宮だということで言われているわけです。ですからまあ今伊沢の宮っていうのは非常にこう、目立たない神社ですけれども、でも、いずれねこう表に出るときは大きく出てくると。でそうなったときに、まあ、時代が動き出すっていうようなことが言われているわけですよね。まあ、そうやって見ていくと、あの日本っていう国はね非常に面白いなって思うし、僕たちも、欺かれているんですよね。日本人を欺きながら堂々と、示していると、堂々と隠すっていうのか、そういうことをやってのけるわけです。でそのためには味方から、敵を欺くには味方からっていうように、日本人自身をも、そういったことがね分からないままでもちゃんと示されていると、仕掛けは、ちゃんと示されているので、それが解かれることによってどんどん明らかになっていくっていうね、ことがあるわけです。ですから、まあ、そういう意味で見ていくとね非常に面白いですし、日本の秘密っていうのは、日本という国は、とんでもないね、秘密を持った国だというのが実際はそうなんですよね。そういうふうに、まあ、あの見ていくとね、日本という国も面白いですし、まあ、いずれ、徐々にねこういろんな謎が解き明かされていくんじゃないかなっていうふうに、思っています。ということで、まもなくねお客さんのところに着きますので、今回は以上になります。ありがとうございます。